三好和秀は、戦国時代の武将。細川氏、三好氏の家臣。父は、三好長惟とされる。細川晴元や三好元長等に従い、享禄4年6月4日、膠着状態が続いていた細川高国、浦上村宗の軍勢を打ち破る。戦後、尼崎に逃走し潜伏した敵方の大将、高国を一計を案じて捕獲したという逸話が残っている。同年8月、河内、山城守護の畠山義隆の家臣、木沢仲政が義隆から守護職を奪い取る企てが発覚、激怒した義隆から要請を受けた和秀は、長政のより飯盛山城を攻めるも、長政からの援軍要請を受けた、細川晴元によって、撤兵命令を下されたため、一旦撤退している。しかし、翌5年5月、体制を整えた義隆と和秀は、飯盛山城を再び攻め、同時に元長にも増援を要請している。長政も再び晴元に援軍を要請したが、膠着状態となった。この局面を打開するため、晴元は山科本願寺の法主少女に一揆勢の蜂起を要請。少女の軍勢は同年6月5日に山科本願寺から大阪に移動、摂津、河内、泉の本願寺門徒に動員をかけた。これに応じた門徒は総勢3万に及ぶ大軍だったと言われている。天文元年6月15日。背後から襲撃してきた一揆勢により、義隆、和秀勢は打ち破られ、和秀も打ち取られた。幕は瓜大物崩れでの敗戦の混乱の中、大将の高国は戦場を離脱。尼崎の町内にあった慶屋という藍染屋に逃げ込み、藍亀をうつ伏せにしてその中に身を隠していたが、密告者の報を受けた和秀によって享禄4年6月5日に捕獲された。尼崎の町で高国を捜索した和秀による一計、幕は瓜の逸話が今日に伝わっている。近所で遊んでいた子供たちに和秀は幕は瓜をたくさん持ってきて、高国の隠れているところを教えてくれたら、この瓜を全部あげようと切り出したという。子供たちはその瓜欲しさに、高国が隠れていた場所を見つけたという有名な逸話である。ありがとうございます。